電気通信駅務とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。2019年現在、電気通信事業法施行規則により規定される、様式第4に、記載のある電気通信駅務の種類を示す。加入電話総合デジタル通信サービス、中継電話国際電話国際電話等国際、総合デジタル通信サービス公衆電話携帯電話、 第3.9世代、第4世代移動通信システムを使用するもの、第5世代移動通信システムを使用するものそれ以外のもの PHS、IP 電話等外 IP 電話の提供のために、電気通信番号規則第9条第1項第 1, 項第1号、または、第10条第1項、第2号に規定する電気通信番号を使用するもの、それ以外のもの衛星移動通信サービス FMC、 サービスインターネット接続サービス FTTH アクセスサービス共同住宅等内に VDSL 設備その他の電気通信設備を用いるものそれ以外のもの DSL アクセスサービス ADSL など FWA アクセスサービス CATV アクセスサービス携帯電話 PHS 端末アクセスサービス第3.9世代 第4世代携帯電話アクセスサービス第5世代携帯電話アクセスサービスフレームリレーサービス ATM 交換サービス公衆シ線 l ム線ランアクセスサービス部はサービス IPVPN サービス広域イーサネットサービス衛星アクセスサービス専用駅務国内電機通信駅務であるモノ国際電機通信駅務であるモノループは サービス上記1から27までに掲げる、電気通信駅務を利用した、付加価値サービスインターネット関連サービス、仮想移動電気通信サービス携帯電話に関わる、もの PHS に関わるもの部は、アクセスサービスに関わる、ものドメイン名電気通信駅務第59条の2、第1項第1号位に掲げるもの第59条の2第1項第1号路に掲げる、 もの、第59条の2第1項、第2項に掲げるもの電報受付及び配達の業務を行う場合受付及び配達の業務を行わない場合上記1から31までに掲げる、電気通信に駅務以外のもの2025年の PSTN の IP 網への円滑移行のため、サービスの廃止、使用変更が行われる予定である。一部のサービスでは先行実施される、 事業継続が技術的に困難、もしくは大幅な値上げが避けられないサービスについては IP 網サービス、加入者機器での機能代替が案内されている。また IP 網への移行に便乗した消費者被害の発生防止の広報活動を強化することとなった。メタルケーブルは電線地中化などの場合はメタルとしては再付設せず光や無線を使って提供する。 よって、電線地中化事業のコスト増加につながる懸念がある。2024年から2027年まで、メタル IP 電話上のデータ通信が、デジタル通信モードの保管策として提供される。しかし、IP 網変換装置での通信速度等の品質の低下が避けられない。早期に、IP 網接続の加入者機器へ置き換えることが推奨されている。 2024年1月にサービス提供終了することが発表された。2015年5月に電気通信事業法が改正され、契約に書面交付を必須とし初期契約解除制度、勧誘継続行為の禁止が導入されることとなった。法人その他の団体と営業目的で締結する契約、公衆電話等の都度契約。 他の事業者との間の契約締結に伴い、自動的に締結される契約、事業者申し出により、利用者に有利な変更をする契約等について、説明義務、書面交付義務、初期契約解除、勧誘継続行為禁止の適用を除外する。2016年5月より施行。国民の日常生活にかかるものとして、総務省令で定める。 電気通信益務の提供に関する契約の締結、または、その媒介、取り次ぎもしくは代理をしようとするときは、第26条により、消費者の知識で理解できる誤解されにくい契約前の情報提供、第27条により、苦情受付窓口の設置の義務が定められている。 電気通信事業法第18条第3項で事業の急拝しに係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、他の事業者が代替できないものについては特に配慮が求められる。説明対象となる電気通信サービスは施行規則第22条2の4で次のものが指定されている。電気通信事業者に対し説明義務の対象サービスについて 契約が成立、契約変更の時は、主体なく、契約書面の交付を義務づける。利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、電気通信事業者の合意なく契約解除できる。また、本書期契約解除制度の規定に反する特約は、無効とする。確認措置移動電気通信益務について、その提供を受けることができる場所に関する状況を呼び、 利用者利益の保護のための法令等の遵守の状況に関する状況の双方を確認できる措置であって以下のすべての要件を満たす措置サービス提供開始日から8日間等外確認が可能確認した利用場所状況について十分でない時は関連契約を解除可能事業者があらかじめ定めた基準に遵守状況が適合しないときは利用者が関連契約を 解除可能上期2.2の解除に伴い、利用者が支払うべき金額が、サービス提供の対価に、法定利率による、支援損害金を加えた額を超えない。提供条件の説明により、確認措置に関する事項を、説明電気通信事業者、代理店に対し、説明義務の対象サービスの提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思を、 表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止する。説明事項は、契約後のトラブル防止の観点から、施行規則、第22条の2の4で次のように定められている。電気通信事業者の名称電気通信事業者の問い合わせ連絡先。契約代理店の場合は、契約代理店の問い合わせ連絡先。ただし、電気通信事業者が責任を持って、 契約代理店にかかる問い合わせも行うこととする場合は不要。電気通信サービスの名称及びその種別、その利用者に適用される料金無料または割引キャンペーンの適用がある場合は、その期間、範囲その他の条件当該サービスの料金に含まれていない他の経費がかかる場合は、その内容消費者からの契約の変更及び解除の 条件契約の変更及び解除ができる期間の制限契約の変更及び解除の際の違約金の支払いに関する定め契約の変更及び解除の場合のレンタルモデムの返却費等の負担電気通信サービスの制限事項電気通信事業者に対し媒介当業務の適切かつ確実な遂行を確保するため媒介当業務受託者への指導等の措置を行う こととを義務務けるる業ががが適切にに行われれなない場合でああって利用者に重大な影響が及ぶ恐き電気通信事業者は受託者情報総務大臣を報告する義務がある。電気通信事業法第27条により電気通信サービスまたはその業務方法についての苦情及び問い合わせについては適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。 電気通信サービスの苦情、相談の概要によると、携帯電話、PHS、公開線、ISP、国内電話の苦情、相談が多い。勧誘にあたって、以下の点について、問題とされている。契約内容に関する問題電気通信サービスの、サービス品質問題不正アクセス、不当請求、架空請求海外利用の高額料金請求。 ありがとうございます。